B の中では仲がいいのは誰ですか？アミナちゃんとかチカノとか、あとミャオも仲いいし、でもその辺が多分特に仲いいって感じですかね。アミナさんとは、アミナさんの方が確か年齢は上。はい、し、あれも上です。4期なんで向こうで、5期なんで、だからほんとついこの前までは未だになんか若干たまに敬語になってたんですけど、もう最近ではすっかり打ち解け合いまして。佐藤アミナさんってどんな人ですか？アミナちゃんはあ、もう超しっかりしてますよ。だからで、私が真面目に見えて、根が真面目で適当で真面目なんですよ。で表面これです。だからアミナちゃんと喋ってるとここの部分がバレそうで怖いって最初思ってたんですよ。研究生という立場でやってて、アミナちゃんがちょっと上の研究生だったから、よくなんていうんですかね、注意とかもしてくれていて、それに対して、まあ当然ですけど、はいはいみたいな、すいませんでした頑張りますみたいな感じだったのに、絡むようになってきて、もしかしたら北原のこの部分が見えてしまうんじゃないかって恐れてたんですけど、今もう全部見え切っちゃいまして、もう大丈夫になりました。でアミナちゃんはそういうのを見切る力があるんですよ、見抜く力があるんですよ。だから嘘はつけないなと思います。羊カフェと、ね、そしたらそれはね、ハマっちゃう。それね、マリアンヌと今ずっと言ってて、うん、原宿に、うん、そういういろんな上野の卵みたいな人たちがやってる、その男性喫茶店あるのって、あの男性じゃなくてもいいね、女子男装がいいな。女の子でなんかメイドさんでなんかちょっとっていうのは別に受け入れられるんだ、うん、なんとなく、ね、だけどやっぱそういう男装とかそういうのになるとこっちもほら本領発揮しなきゃいけないからさ、高まっちゃうからさ、結構見極めちゃうじゃん。そうなら実際そういうとこ行ったら泣いちゃうかな。いいんじゃないの。え、でもそこの店にはなんかいたよ、男装してる人いたの。ミーミーにも何でもありだね、一人か二人か。お嬢様用なんじゃない、やっぱ。そうなのかな、うん、ずっとね、そう、私スキャナーって呼ばれたんだけど、聞いてた。そう、聞いてたでしょ。で、ね、ずっとね、スキャナーお嬢様ってね、呼ばれ続けてね、うん、で、なんか恥ずかしくなっちゃってね、うん、完全認知されたのすごく恥ずかしかったと。いいじゃん、え、美味しいじゃん。美味しいよね。サシーには美味しいって言われたよ。指原はちょっと薄いから多分覚えてもらえないよ。そうなの。指原のポラの写真見た？見た。マジ塩。マジ塩。マジ塩。だってさ、ハートで顔隠れてんね。マジ塩なんだけど。びっくり。うたちゃんに謝れ。違う、おとちゃんだ。あ、おとちゃん。おとちゃんに謝れ。ね。おとちゃん可愛かった。おとちゃんでもホームページの上の方に載ってるから人気面なんだの。あ、そうなの？なんかポスターがあって、でサッシーが。そのおとちゃんに、え、これこのメンバーが選抜面なんですかとか聞いてたよ。で、はい、じゃあそうですねみたいな、え、絶対おとちゃんの方が可愛いですよ、え、本当ですかみたいな、おとちゃんなかったの、絶対可愛いみたいな。メイド喫茶にもあるのね。いや、メイド喫茶でもやろう、総選挙。リエちゃんなんか今日さ、全然さ、いつもと服違うじゃん。なんか今日大人っぽいね。そうなんですよ。どうしたんですか。そうなんですよ。いいから、寝なくていいから。そういうのいいから。どうしたんですか、はい、今日。今日はなんか、うん、しーちゃんと横浜行ってきたの、朝。え、なんで。午前中が何もなくて、だからしーちゃんと横浜とか港未来とか行ってきたの。あ、めっちゃいいよ。やばいよ、めっちゃ楽しいよ、本当に。いいな。なんか港未来にもね、丸球ができたんだって。え、これじゃない。え、南未来に丸球ができたの。そう、静岡にもあるらしいよ。マジで。そうなの。やば。だしで、そこでね、なんか普段着ない服を着ようというしーちゃんコーディネートなんだけど、まあ、残念ながらすでにベルトなくしたよね、さっき着替えた時に。ほら、ほら、ほら、見つかんなかったの。ちょっと超可愛い。可愛い。今日はなんかおしゃれって感じ。やっぱ19歳ですからね。ありがとう。うん、あ、ねえ。今日ね、19歳。ポーズがままなってないけど。しかも、何も2回言ってたら19歳ですからね。いろいろ意識しちゃうから、そう、子供は。そう、ね、子供じゃない、大人だよ、私は。17歳だもん。17歳か。17歳ね。だってここに入ったの14歳。嘘。うーん、それはやばい。やばいでしょ。そしたらもうちょっとで20歳や、この野郎。アメンちゃんも。そうだ、アメンちゃん。あれも今同い年だよ。アメンちゃん。いつも B 最年長だよ、だから。10月で。10月
10月だったっけ、16、あ、やっぱり16だと思った。あ、後付けや適当近い。いや、ほんとほんと16か20か迷った。可愛いね、でも、うん、そうやね。なんでしーちゃんのなんかあれは中華街行かなかったの？あ、中華街行ってよ。中華街行ってタピオカ飲んで、あ、そう、まさにタピオカ飲んで、なんで、なんかごま団子買ったりして、あ、いいなで、なんか吉本水族館ってのがあんの、中華街に、うん、で、そこ行って、なんかね、面白い魚がいるところなんだけど、めっちゃ面白かったよ。なんか、漫才する魚とかが多いの。なんかね、よく、まあ、見に行かんとね、わかんないんだけど、すっごい口ではね、説明してくれ。そう、すっごい面白くて、そこが。え、それさ、時間なくなるでしょ。しかも、みなとみらいの丸キューがめっちゃ安い。え、そうなの？なんか、渋谷の丸キューと全然、今セールやってて、しかも偶然、だからね、今日はね、まあお金の話になりますけど、これ買って、で、中のこれも買って、うん、で、カンカン棒も買って、で、ベルトも買って、さらにオールインワンも買ったの、うん、そんだけ買って1万2000円だったの。えぇ、ー、マジ1万2000円って安い。超安かった、自分でもびっくり。 なんかセール的な、セールやってた、全部の店がやってた。すごい。じゃあ渋谷でもやってんじゃない。いや、渋谷この前行ったけど、ちょっと違った土地によってさ、うん、そっかそっか、みんな違うんだよ。そう、だから、いや、そうなんだね、安い、マジで。いいなぁ。え、行こう今度。ここ、ね、今お金ないからもうちょっと待って。そういう現実的な話、うん、ちょっと待って。いいよ、私も今ない。私はね、今日は今日あってもう困る。今日お小遣い。お小遣い制なの？いいな、お小遣い制。違いますよ、自分に自分でお小遣い。ああ、そうだ、大人ですから。え、そこのその白い目線は、だってもう、だって通帳から何年前からか下ろしてるもんね。もううちもでも全部親があった。あ、そっか。あ、そうなんだ。一人だから通帳生活なわけです。いいじゃん、お金下ろすってなんか大人だよね。大人だよね。私も高校1年生終わりぐらいからだよ、カード渡してもらえなかったもん。ああ、うん、うちもカード初めて持った東京来て。なんかね、新鮮だよね、うん、うちも高校1、2年の時バイト生活やった時はちゃんと通帳から自分で下ろしてる、うん、そうなんだ。バイト振り込みだとそうだよ、うん、バイトめっちゃ掛け持ちしてたもん。え、何やってたの？ある程度やったよ、コンビニと、うん、コンビニもやったし。あれでしょ、フレッシュネスバーガーでしょ？違うよ、クワイナ。クワイナ知らんの？めっちゃ美味しいよね。知らんかった。ラハーって言わなきゃいけない。そう、ハワイのお店でアミヤちゃんが働いてた店舗の手すりをうちのパパが作ったの。すごいじゃん。すごいでしょ。すごくない？ うちも韓国料理屋さんで働いてたから。マジ？うん。あやはせよーって。え、あはー。そうそうそう。びっくりした。うん、アミヤちゃんもやったことあるの？あやはせよ。あやはせよ。うちはアロハ専門。いいなぁ、ハワイやん。ハワイやん。もうバイトとかね、経験しないだろうね、ちかちゃん。してない。あのね、私ね、超ね、普通に過ごしてきて、まず塾行ったことないって。あ、もったいない。楽しいよ。うち塾超楽しかったの。塾ってなんか超楽しいイメージ、あっちも行ったことないけど。そう。なんかでも、寄る程度多分塾にも。うちの塾超楽しくて。いいなぁ、そう。塾行ったことなくって、うん、でも普通に学校は行ってて、うん、で、バイトもしたことなくってっていう不思議な、なんかでもバイトできなそう私。いやここで働けてるから大丈夫。大丈夫。責任感あるから。そうそうそう、むしろまあね、他の人がやってることはできないけど、他の人にはできないこといっぱいできてるじゃん。かっこいいこと言ってな。どうしたの？たまに面白いね、そういうの。演じる。今度集会 KB とかでさ、バイトの企画とかやってくんないのかな。あ、ってかさ、でもよくやってないね、モンスとか、うん、バイトじゃないけど、1日何やる。ガチチラシ配りやろうよ。うちもそれやりたい。ティッシュ配り。あ、いや、つらいよ、マジでつらいよ、ほんとにつらい。うちね、でも可愛かったら大丈夫じゃん。いや、可愛さでやろうと思うじゃん。可愛さでやろうと思うじゃん。実際配ってくる人見ないよ、私。え、でも、うちね、神田でやってたの。うん、やってたの。うん、神田でやってたんだけど、私、配りも、チラシ配りもやってたんだけど、もう、これはさ、笑顔でしかないじゃん、もう、それは。だから、なんか神田です。なんか、来てくださいみたいな感じで、うんみたいにやるんだけど、なんか、おじさんと、ってやって、もらおう。そう。うちもだってそうだもん。あはは、って。でも、たまにもらう。あの自分が花粉症のシーズンとか、あ、ティッシュ使うシーズン、ね、花粉症のシーズンとかはいただきます。最近全然使わないからさ。そう、でも今日はティッシュ欲しいなと思った。だからもらっときゃよかったと思った。
ってあるよね。そこから公開パターン。リアちゃんさ、普通にさ、何何普通にさ、最近さ、綺麗になったよね。本当に？うん、うちさ、それめっちゃ思うんだよね。私ね、ヤングマガジン、うん、あ、今発売してる、そう、今発売してるヤングマガジンがあって、それなんか4人くらい載ってて、一番かわいい、めっちゃ可愛かったよ。あんま褒められることになれてない。めっちゃさ、すっきりしてる。本当？うん、普通に。でみんな言うっしょ、最近。最近言われる、ね、すっきり痩せたねって言われる。いやー、いいよ。そう。いや、いいよ、いいよ。いい感じ。オスオス。かわいい。ほんと？この最近のりえちゃんのこの綺麗さが増して、かわいいところから、アニメとかに対する気持ち悪さを取ったらベストなんだよ。あー、惜しい。残念だ、じゃあ無理だ。惜しいな。でも自分の持てない理由ちょっと分かってきた最近。じゃあ私たちそういう時になるとすっごく気持ち悪くなってしまうじゃない。うん。それしょうがないよね。まあしょうがない。まだ隠さなきゃいけないと思う。でもそれしか話題がないからさ、隠せないんだよ。漫画読みながらさ、喋ることってなくない？うん。喋っちゃわない？喋、うん。声出す。全然喋る。声出すよね。あっつって言うの。やっぱ何これ何これ何このメガネの角度何これみたいになる。そんな風になってみたい。私漫画読んだことないもん。そう、漫画読めないんだよ、ね、しかちゃん読めないんじゃない、読まない、興味がないの。もう謎、漫画読まないの人生の。どっか行けばいいどっか行かないけど、あれだから趣味ね。そう、油注ぎやすいんだよ、だからいろいろね。そう、いろんな話題にウェイってそこにウェイってそこにそれで去る。なるほどね。盛り下がる前にさ、なんか今だってさ、ワンピースが一番熱いって言ってるけどさ、うん、ワンピース以外になんかないの今。うん、なんでもいいよ、別に漫画じゃなくても、うん、あ、たまってるみたいな。まあ女の子だったらね、入浴剤とかわかる、ボディークリームとか期待してますよ。そうですね。回ってるものはてます。女の子らしいのが出てきません。あ、はいはい、ピンポン。イラストサイト。あー、いいんじゃない。それ大丈夫っすよ。素人さんが書いた、素人さんがネットだけで、そう、一般の方が、プロじゃない方が書いた画像、ね、ネット上で見るのが大好きで、多いじゃん。あれあれでしょ、マジスカ学園のホルモンとかを描いてる方もいるんですよ。 AKB も描いてる方のサイトもあるし、まあ、私は一番まあやっぱ見るのはまあワンピースなんですけれども、すいません、なんですけれども、すっごいんだ、上手なの、めちゃくちゃ。プロの方じゃないのに。だからなんかうちもちょっと開こうかなサイトって思うくらい上手だし。リエちゃん絵描けんの？描けない。え、ダメじゃん。でも練習したことある、この前ルフィだから。ルフィ描けるの。リエちゃんそうだよ。リエちゃんめっちゃ痛い話あるじゃん。そう。何何。リエちゃん公演中にさ、あれ絵の時だっけ？絵の時。3回公演だったっけ？3回、おー、なんかすごい3回公演だったね。3回公演だよね。なんか3回公演大変じゃん、うん、自分の気持ちを上げるためにりえちゃんが自分の楽屋の鏡あるじゃん、あそこにルフィの絵を自分で描いて、そう、自分で描いて貼って、なんて書いてあったの？りえ、おめえならできるだろって書いてあった吹き出しに。そんな人いないかんね。着替えるたびに、じゃ鏡見るたびに、ルフィ、ルフィが貼りますって。かなり来てるよ。来てるね。それで乗り切った。でも3回公演。すごいね。それで乗り切ったならすごいと思う。すごいよね。でも逆にパッて開いて、リエおめえならできるだろうってすっごい純真無垢なルフィに言われて、うちはなんかこんな汚い人間がそんなルフィに応援されるあれはないって思っちゃって。バカだろ。自然はないって思って、そんなルフィのまっすぐで純真すぎるその瞳に、自分で書いたんだけど、瞳に見られたら逆に申し訳なかった本当に。やばい、やばいね。辛かった。姉ちゃんやばいよ。姉ちゃんそれやばいな。末期だよ、末期症状だよ。大変です。そんなに嬉しいんだろうね、作者は。こんなにも AKB が、いやいやいや、何言ってんすか。ワンピースを愛してる人の総人口数考えたら AKB だってこんなんだよAKB が好きって言ってることに対してワンピース何の影響もないよ。そっか、うん、会いに行っちゃいなよ。いやいや、あ、でもね、そんな恐れ多くて大丈夫、読んでるだけで大丈夫。読んでるのが好きなのか。読ん
ね、見てるの。そうか、いつかね、実写とかさ、するときになったらさ、うん、何役がいいですか。あ、ちょっと待って、はい、あのさ、はい、あの、手いっぱい生える人いいんじゃん。ロビン？あれとかできんじゃない。ちょっと大人なの、ロビンって29歳かなんかで、実は。あ、ダメだ、リエちゃん。そんなこと言ったらワンピースのキャラポトンできなくなっちゃうから。チョッパーやんな。チョッパーしかできなくなっちゃう。チョッパーやんな。